こんにちは。僕はぴょこたんという名前でですね、こういう漫画を描いているものです。僕は任天堂信者、ポケトルです。ポケトル。3DS で出たね、ポケモンのね、基本無料課金ゲームですよ。これやばいぜ、ほんと。まあ、簡単に言うと、パズドラの劣化版です。基本パズドラなんですけど、ブロックとブロックの位置の交換しかできません。これプログラム的にも簡単なんだよ。パズドラに比べて圧倒的に。こことここを交換して3つ揃えて、どんどんどんって連鎖ができるような。簡単なゲームだから、まあ戦略性も何もあったもんじゃねえしさ、単調だしさ、ポケモン欲しさのその、社交心を煽ることで課金を誘発するっていうですね、ゲス商売ですね。スタミナはですね、マックス5。マックス5で1つ回復するのが30分かかります。つまり5個回復するのに2時間半かかるからね。あともっとね、あれは、やばいのはですね、ポケモンがさ、ポケモン捕まえるじゃん。野生のポケモンをね、倒すと捕まえられるんですよ。でさ、モンスターボールが、ルルン、ルルン、ドゥドゥン、カシッ、ティンティンティン、テテテテテテテってあるでしょ、ポケモンを捕まえると、特有のさ、モンスターボールが3回ググン、ググンってなってから、カシッってなったら、ゲットっていうの。それが、こう、2回なったら、あ、逃げちゃった。でも待ってください。今ここでですね、お金を払って、スーパーボールを投げることができます。お金を払って、2500コインを買って、ここでスーパーボールを投げることでですね、まだ、今逃げたポケモンを、まだ大丈夫ですよって。確率が上がってまだ捕まえられますよ。この3000コインがさ、その100円で買えるわけよ。3000コインが。で、この3000コイン1個でスーパーボールが1個投げられるから。つまり100円かけて、モンスターをね、逃したモンスターをもう1回捕まえようとすることができるんだけど、例えばさ、5歳のさ、姪っ子のさ、大好きなピカチュウがさ、逃げるとするじゃん。それでやっぱりお金を払えば捕まえられるんじゃないかって言ったらさ、そりゃ捕まえますよね。こういうさ、そのポケモンっていう商売にその社交心を煽る要素を入れていいのか？岩田社長、そういうのやらないって言ったよね、何度も言うけど。そういうのやらないって言ったくせにさ、やげつないぜ。そんなゲームを僕はですね、無課金でですね、今軽く見せるとですね、もうね、90ステージまで行っちゃったから、90ステージまで。これ90ステージまで無課金で行ってるやつなかなかいないぜ。ここまで行ったからな。見てください。プレイ時間5時間1分もやってさ、クリアしたステージ90。ゲットしたポケモン57。これ分かってる人なら分かると思うけど、30分プレイしたら2時間半休まないといけないんですよ。ハートを回復させるために。つまりこの5時間っていうのはよっぽど時間かけてる。だって僕これリリースしてから、ずーっとこればっかりやってるもん。寝るときも2時間半寝て、仮眠取って、で、起きてポケトルやって、で、ハート消費したらまた2時間半寝るっていう形でですね。いやー、だから僕はね、こういうの危ないゲームをね、自分からですね、足を踏み出ることで、自分がこうやって、さ、武蔵坊弁慶みたいにさ、弓矢をガン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 受けて、みんな痛いからこれ気をつけろよってやって、後ろの人たちを助けてるんだよ。そう、みんなのことを守って、これ以上これやっちゃ危ないからね。このゲームは社交心煽って、最初の方はさ、どんなポケモンでもどんどん捕まえられるようにできてんの。だけど徐々に進んでいくたびにさ、いいポケモン。例えば、メガ進化の石をさ、まず最初にもらえるのね。メガ進化の石をもらえるんだけど、そのメガ進化の石の使うポケモンがなかなか取れないんだよ。これ、下水よな。だって石だけ持ってるって何の役にも立たない。ただのゴミですよ、そんなの。アイテムとしては。だけど、ポケモンさえ手に入れればさ、ヤドラン、僕で言うところのヤドランさえ手に入れればさ、そのメガ進化の石がさ、すごい強さを持つんですよ。こういうの僕は警鐘を鳴らしてるんですよ。これ、任天堂のさ、本部の人たち、これ、君ら気づいてやってんのか？この社交心煽るゲーム。だとしたら言ってることとやってることがデタラメですよ、あなたたち。